こっちゃない。あいつはこの世界を滅ぼすつもりだぞ。でもまあトールならなんとかするでしょう。小林さん、イルルの強さはトールのちょっと下。戦えばここら一帯が壊れてしまうぞ。それもなんとかするでしょう。トールを信じてるのか。まあやれることがね、それしかない。だからそれだけする。破壊はこの世界ではなしです。何を言ってる。私は混沌勢だよ。できないならぶっ飛ばして送り返しますよ。戦うのは望むところ。その程度の攻撃では効きませんよ。まずい、町に。苦戦してる。トールは町を守りながら戦っている。不利だ。エルマは手伝ってあげないの。私は調和勢だぞ。トールとは本来敵同士なんだ。え、人間よけの結界は張ったが、それは面倒を避けるためだ。他のドラゴンは。バフニール殿なら自分のケツは自分で吹けと言うだろう。ルコア殿は傍観勢ゆえに手を出さない。カンナに至っては力不足だ。トールがやられたら私も戦おう。小林さんも町も守ってみせる。それじゃトールは。信じるって言ってもそれがトールの力になってないなら何もしてないのと一緒だよな。でも私にはそれしか。エルマ。小林さん、トールに加勢しろという話ならできない。プリン。待て、いくらなんでもそれで私を…シュークリーム、コーヒーゼリー、ガトーショコラ、メイプルシロップパンケーキ、甘いもの食べられるだけ全部。炎の竿を30発当てた。爪だって会心の当たりを何発も。痛いで終わり。困った。殺し方を思いつかない。私も思いっきり攻撃したら街が壊れる。でもそうしないとお前を倒せない。お前の攻撃もいい加減鬱陶しい。でも街を守んなきゃいけないし。爆発しそうだ。全部巻き込んで。強がりだ。トール、エルマが障壁張ってくれたから。私は小林さんと取引しただけだ。だから何。人となれ合って気持ち悪いよ。今からが本番。真の姿でこの世界ごと。ギリギリだった。ダメージはそんなでもないけど、町を守りながらっていうのを忘れかけた。小林さん以外なら死んでも構わないって。